私たちアパンプガールズかっこにきです。
よろしくお願いします。今日から10月20日にリリースします9枚目のシングル、クワトロシングルのリリースイベントが始まりました。クワクワ、ついにリリースイベント始まりましたが、今回のリリースイベント、今回のリリースは、クラウドファンディングっていうものを使って新しい CD リリース様式へのチャレンジなんですけど、皆様のたくさんの応援があってやっとリリースをすることができました。本当に皆さん応援ありがとうございました。ありがとうございました。目標もね、はるかに上回っての今回のクラウドファンディング達成ということで、たくさんの人にね、この9枚目のシングルをまたお届けできたらなと思いますので、皆さんまずは今日このリリースイベントを最後まで楽しんでいってくださいということで、じゃあ自己紹介。はい、千葉県出身21歳の梶こと梶島彩です。リリースイベント本当に楽しみにしていた、いましたし、9枚目ということでもう一桁が最後になりますね。私はこのリリース、この9枚目のシングルを、今までのより一番最強なシングルにしたいです。よろしくお願いします。イエイイエイ。はい、次はちなちゃん。はい、福島県出身リーダーのちなちゃんこと高萩ちなつです。こうやってねリリースイベントが開催できてとても嬉しいですし、皆様にもね少しご協力していただくこととかもたくさんあると思いますが、このライブ最後まで楽しんでいってくださったらとても嬉しいです。そして配信もあるので皆さん最後まで見ていてください。よろしくお願いします。次はあみちゃん。はい、神奈川県出身、高校2年生17歳のあみたことにくらあみです。私は朝が弱すぎてよく母ちゃんに怒られるんですけど、もう今日はこのリリースイベントが楽しみすぎて超絶早起きしちゃいました。ありがとうございます。よかったね。はい、早起きしちゃったということで、このリリースを通して楽しい時間たくさん作っていきたいなって思います。よろしくお願いします。イエイイエイ。次、しまちゃん。はい、神奈川県出身、高校3年生17歳、しまちゃんこと島崎ゆりやです。こうして9枚目シングルのリリーベをこんな青空じゃない青空だよ。見える青空。ね、下で迎えられてとってもとっても嬉しいです。このシングルを通してもうクワトロハッピーなお時間をお届けしたいと思います。本日はよろしくお願いします。青いよ。次はまーちゃん。はい、秋田県出身、ポニーテールがトレードマークのまーちゃんこと吉川真由です。本当にシングルリリースできるのすごく嬉しいですし、また楽しいリリースイベント週間が今日から始まるということで、今回の4曲もこの期間中にさらにね良いものにできたらいいなと思ってます。皆さんと一緒にこの曲で成長できたらなと思ってます。最後までよろしくお願いします。イエイイエイ。次、ほーちゃん。はい、福岡県出身、アプロ2歳年少、中学3年生14歳、ほーちゃんこと佐々木ほのかです。はい、このリリーベ週間のねスケジュールをね見た時に、もう一日一日に全部詰め込まれてて、なんか、はあ、すごい生きてるんだなって実感しました。はい、はい、なのでぜひ皆さんにもハッピーハッピーハッピーになってもらって、生きてるなって思ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。イエーイ。次はチーコン。はい、今日も静岡県からやってきました。高校1年生16歳のチーコこと中川千尋です。今回の CD は全国にね回るということで、そしてポスターもついてくるということで、全国の皆さんにアプガニキを知るチャンスだと思うので、店内コールもね明日から流れるそうなので、よかったら皆さんそちらも聞いてアプガニキのこのリリーベウィークを楽しんでくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。イエーイイエーイ。次はニーナちゃん。はい、東京都出身、19歳の森永ニーナです。今回のですね9枚目のシングルは、こうメンバーが作曲した、曲があったり、振り付けした曲があったり、なんと私がデザインさせていただいた衣装がジャケットだったりと、こうなんだろう、今まで以上に私たちの魂がこもったこうシングルになっているなっていう
思いがあって、すごい我が子のようなもう愛おしいこのシングルを、これからのリリースイベントでもっともっとたくさんの人に届けられるように頑張っていくので、ぜひとも皆さん一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。ということで、続いて聴いていただく曲はこのニューシングルの中からカラッポペペロンチーノさん作曲の、神谷咲さんに振り付けをしていただいた曲です。曲の世界に浸ってみてください。聴いてください。雨に歌えば。I'm gonna make you mine.
シングルの中から雨に歌えば愛について考えるよを聞いていただきました。ということで今回のシングル10月20日発売なんですけど、うん、実は先行販売が始まってるということで、皆さん手に入れてくださった方いらっしゃいますか？わー、いいね、はーい、わーすごい、いいね、ありがとうございます。私たちもね、もう実際にちょっとね、皆さんよりも早く手に取っちゃって中身とかね見させてもらったんですけど、今回ね新しい形ということで、皆さんの協力のおかげでねシングルを出させて、いただいたということで、皆さんのねクラウドファンディングに参加して、いただいた方のお名前がね1ページ目にバッて載ってたりとか、ね、その他にもね自粛期間だったかな、明け一発目、ですかね、もう本当に、すぐみんなに会えなかった時間のすぐにジャケット撮影もしたんですよ。そうなんだ、確かに。実はだからみんなのさ顔が、私はジャケットを見てめっちゃ嬉しそうだなって思いながら見れるんですけど、今回ね店舗で手に入る CD ジャケットのデザインがなんか見覚えあるんですよね。なんでだろう、あるある、ありますね、あ、なんかあるな、あるね、あれは、私たちのお姉さんグループのアップアップガールズかっこかりさんのバレバレ I love you のシングルにめっちゃ似てるよね。似てる、本当だ、すごい、持ってる方いらっしゃいますね。そう、だからそういうところでやっぱアップが魂じゃないけどやっぱこう受け継いでるなってすごく思いました。そしてね、ニーナが作ってくれたこの衣装、衣装ちゃん、今回めちゃめちゃパステルで、そうですね、ふわふわな、もうプリンセスのような衣装ですね。どうでした？仕上がり見てみて、ジャケット。いや、なんかびっくりしました。で、みんながこう着てくださったのを見て、なんかお姫様がいっぱいいると思って、本当に。で、しかもこうみんなが、かわいいかわいいって言ってくれたから、あ、よかった、マインドが通じてたって思って確かに、はい、私たちの可愛いシングルをね、皆さんがこう受け取ってくれるのがねすごい嬉しいです ね大成功だったですね、衣装もね、はい、本当に。そしてね、今回初めてクワトロシングルということで、4曲です、 A 面が、はい、そう、めちゃめちゃぎゅうぎゅうに詰まってて、なんか本当にエンドロールが多分一番最初に皆さんに披露させていただいた曲なんですけど、3月とかに披露させてもらっていたので、本当にね、長い年月をかけてこのシングルを
にね力を込めさせていただいたので、皆さん今日ぜひね手に取って帰って、お家に帰ってもアプガニキを満喫してくれたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで続いて最後の曲に行きたいと思います。続いての曲はなんと私梶島彩が初めて作曲をさせていただいた曲です。私も歌詞カードに作曲梶島彩って書いてあって本当に嬉しかったです。皆さんに一人でも多くのたくさんの方にハッピーが届きますように。それでは聴いてください。どの道ハッピー。でも人生一度きりがむしゃらに生きてやるんだから。
ございます。ありがとうございます。アップアップガールズカッコ2期、次のリリースイベントはここ同じ会場で15時からと、次はその次は18時からになります。そして明日のリリースイベントはインターネットサイン会になります。インターネットサイン会の方は受付が始まっていますので、第3回まであって、明日はその1回目が始まるので、よかったら皆さんぜひポチってしてみて、ソロのサインが来るんだっていう気持ちで待っててくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そして本日の特典会なんですけど、特典券1枚にてご希望のメンバーのチェキをプレゼントします。私はちいこちゃんのチェキが欲しいです。はい、そして特典券3枚でツーショットチェキが取ることできます。こちらもですね、感染対策にはバッチリこうしてありますので、皆さんもぜひともご協力のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして10月31日に初台座ドアーズにて、一期メンバーこの3人での、はい、単独ライブが開催決定しました。もう一般販売が始まってるということで、昼夜あります。この3人でしか見せられない貴重なパフォーマンスを皆さんにお届けしたいなと思うので、ぜひ来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということで、皆さん朝一番リリースイベント来ていただき本当にありがとうございました。以上、アップアップガールズカッコ2期でした。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。しまちゃん、青空なってきた。青空、おー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 、お